苦木とは、苦木か苦木属の落葉鉱木の一種である。私有一種。東アジアの温帯から熱帯に分布する。すべての部分に強い苦味がある木で、名前の由来ともなっている。樹高は6メートルから8メートルで、12メートル以上になるものもある。葉は枝に誤生し、奇数羽上複葉で、長さ15センチメートルから25センチメートルになる。 小葉は7枚から13枚が耐性し、形は卵状長楕円型で、先端は尖り、基部は鋭形。小葉の長さ 3cm から 7cm、幅 1cm から 3cm で、円は影響子になる。夏季は4月か5月。溶液から過剰軸を出し、周産過剰の小さい黄緑色の花を多数つける。お花序には30個から50個。 メバナには7個から10数個の花がつく。花弁は4枚か5枚で、長さは、小花が約2ミリメートル、メバナが約3ミリメートルになる。果実は2個か3個の文化となり、緑黒色に熟す。樹皮は滑らかで、暗褐色。材からこの樹皮を取り除いて乾燥させたものは、生薬の茎として知られ、薬用のほか殺虫剤の材料としても用いられる。 日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、低地の林内に生育する。日本以外では、朝鮮、中国、ヒマラヤに分布する。材から樹皮を剥ぎ取り、乾燥させると、日本薬局報酬録の木薬の茎となる。茎には、クワシンをはじめとする、苦味成分が含まれ、強い抗菌作用や殺虫作用を持つと言われる。 主に組検医薬として用いられ、大体酸などの薬に配合されている。ただし、伝統的な漢方法剤では、まず使わない。乾燥した木材を削ったもの、葉を乾燥させたもの、糖油などで煮出して、洗剤を作る。この洗汁は、殺虫剤として使用され、農作物へ散布したり家畜へ散布して使用する。効果は、農薬より劣るが、 天然の殺虫成分のため有機農法などで使用されることがある。苦木の新材は黄色がかっており、キメがはっきりしている。軽量だが、検出で加工がしやすいため、箱根寄せ木細工などの細工物の材料に使用される。その性質から様々な用途に使用されてもおかしくはないが、汁ワンなどの食器にすると使用中に苦味成分が漏れ出してしまうため使えず。 匂いも少しあるため、狭い範囲で使用されている。ありがとうございます。